しいですね。冬もうちょっと先だね。だいぶ寒くなってきたよね。でもね、はい、秋で先月園長先生何のお話したか知ってます？覚えてます？葉っぱの色のお話したよね。ねえ、少しずつほら桜の葉っぱ見てごらん。ねえ、赤くなってきたね。これからイチョウの木は何色になる？モミジは赤になります。こういうふうに葉っぱは色を変えます。さて皆さん、春と秋で咲くお花も違うの知ってますか？知ってる？桜の花は春？春だね。梅の花は秋？春だよね。菊の花は、ああ、菊の花は秋です。それからコスモスは、コスモスも秋の花だね。ひまわりは夏の花です。サザンカって知ってるかな？サザンカは秋かな。冬の花です。ねえ、お花なのに種類によって春の花もあったね、夏の花もあったね。夏の花何があったっけ？ひまわりだね。秋の花何があったっけ？そう、コスモスとか菊の花が秋だね。冬もあったね、ササンカとかね。こういうふうに季節によって咲く花が違うんだね。みんな気がついていた？分かっていた？皆さんのお家にお花は咲いていますか？咲いている？咲いていたらね。じゃあどういうお花が咲いているのか今度はよく見てみてください。それでお名前わかんなかったらどうする？お名前わかんなかったらは、まず大人の人に聞けるよね。大人の人に聞くという手もあります。お父さんお母さん幼稚園の先生に名前を聞いてみてください。あと実はもう一つ方法があるんだ。わかる？わかる？調べるっていう方法があるの。お花の本、幼稚園にもいっぱいあるよね。図鑑と言います。その図鑑でお花の形や色をよく見て、このお花なんだろうなって言って調べてみるとお名前とかが出てるんですよ。だから知らないお花を見つけたら人に聞いてみるのもいいけど、ちょっと時間があるときにぜひ図鑑で調べてください。できるかな年長さん。お花だけじゃないんだよ。虫の図鑑も動物の図鑑もあります。図鑑見たことあります？ある。そういうのでね、いっぱいいっぱい調べると今まで自分が分からなかったことが分かるようになってくるんです。はい、じゃあぜひね、図鑑を開いてみてください。園長先生のお話終わりです。11月生まれの友達おめでとうございます。